番すみません、こちらの方ください。ありがとうございます。ご着席ください。よろしくお願いします。さあ、では初めにアトレチコ鈴鹿オーナー株式会社共同代表取締役社長斉藤博史よりご挨拶させていただきます。はい、お願いします。皆さんこんにちは。暑い中これだけたくさんの報道の方にお集まりいただきまず感謝を申し上げます。本来であれば三重鈴鹿でやりたいと思ってましたけども、やっぱカズさんの、社会的知名度といいますか、それとやはり、これだけたくさんの報道の方がいらっしゃるんじゃないかということを考えた上でですね、今回、サッカーの聖地である、国立競技場を選ばせていただきました。今日は東海地区、三重県からもですね、報道の方が、いらっしゃっている方もいますが、遠いところですね、ありがとうございます。それでですね、今回、これだけ、たくさんの方々を、お呼びするにあたってですね、手伝っていただきました周様には感謝を申し上げたいと思います。さてですね、今回三浦カズ選手をですね、鈴鹿、我々のアトレチコ鈴鹿クラブがなぜ、このタイミングでですね、入団をお願いしたかということを少し私の方から説明させていただきたいと思います。私は若い頃サッカーをやってたんですけども、早くして引退して、その後カズ選手をずっと、ヴェルディ時代、京都、そして神戸、海外、クロアチアやイタリアはですね、訪問することはできなかったですけれども、その後横浜シートずっとカズ選手のプレーを見てまいりました。当然ですね、20代の時 J リーグ初めての93年 MVP を取った時からですね、少しばかり体力的な変化というのはあるかもしれないですけども、そういった見た中で、今回我々は鈴鹿のチームにとってですね、戦力として、そして、プレーする上で必要と感じて、私はオファーをさせていただきました。先日ポルトガルに私もちょっと行ってきまして、実際カズさんの練習を見てもですね、まだまだ我々のチームにとって、選手として、絶対に活躍できるんじゃないかという確信に変えてですね、今回、改めてお願いした次第でございます。もちろんオフザピッチでのカズさんの社会的知名度というのは皆さんの知るところではございますけれども、何よりもプレーヤー三浦知良としてですね、さらに今回鈴鹿のチームでプレーヤーとしての価値を高めるのがクラブの使命だと思いますし、選手としてですね、やはりそのボールを止めて蹴る、そして走るということに関してはまだまだ僕は人一倍優れたものがあるんじゃないかというふうに確信しております。特に技術面ではやっぱりそのボールのもらうタイミングであるとか、やはりパスするその精度であるとか、こういったものはプレイヤーとして大きく期待しているところがございます。もちろんですね、選手、若い選手も多いですし、チームもこれからプロ化に向けていろいろ準備をしなきゃいけない中でですね、特にそのグラウンド内での、そのお母さんのプロフェッショナルというのがチーム内で、いい方向に、展開していくんじゃないかということを期待して、今回、契約をお願いした次第でございます。このようなこともあってですね、ぜひプレイヤーとしての三浦知良選手をグラウンドでですね、羽ばたいて、またスーパープレーを見せてもらいたいというのを心から願って、今回このような記者会見をさせていただきました。ありがとうございます。斉藤社長、ありがとうございました。では続きまして、この度7月1日よりアトレチコ鈴鹿の監督に就任することが決まりました、パク・カンジョ監督よりご挨拶いただきます。皆さんこんにちは。この度アトレチコ鈴鹿クラブの監督に就任することになりました、パク・カンジョと申します。皆様とは、初めての方々が多いと思いますので、自己紹介させていただきますと、選手として、京都サンガ、その後に韓国の K リーグで3年、
その後、ヴィッセル神戸で10年プレーいたしました。ヴィッセル神戸で引退した後、ヴィッセル神戸のスクール部で指導をはじめ、スクールコーチとして5年、スクール U15 監督として4年、その後アイナク神戸という女子サッカーチームの監督を1年歴任しました。そして今現職なんですけども、6月末まではアイナク神戸という女子チームのテクニカルダイレクターという形で、強化を務めておりました。この度7月よりアトレチコ鈴鹿クラブの監督の就任要請があり、カズさんという大尊敬している選手も加わるという話もありましたので、そこも考えて、私としては就任させていただく形になりました。カズさんとはですね、京都で、一緒にプレーさせていただいたんですけども、私が、すごく尊敬している方が、なんていうんですかね、夏ですかね、あれ、カズさん、夏にクロアチアから、移籍してくるという形になって、一緒にプレーして、また神戸でも一緒にプレーすることができたので、カズさんとはすごく、コミュニケーションというか、ずっと取っていたので、これからも、監督と選手と難しいんですけども、しっかり、カズさんを生かしながら、クラブを勝たせれるようにしっかり臨んでいきたいと思います。以上です。パク監督ありがとうございました。では皆さんもお待たせいたしました。この度 J2 横浜 FC より日本フットボールリーグアトレチコ鈴鹿へ期限付き移籍加入が決定しました三浦知良選手にご挨拶いただきます。皆さんこんにちは、三浦知良です。今日は暑い中本当にありがとうございます。7月1日から、アトレチコ鈴鹿クラブにお世話になることになりました。いろんないきさつがあって、また鈴鹿に、お世話になることになったんですけど、斎藤オーナーもさっき、言ってた通り、斎藤オーナーの方から熱烈なオファーがありまして、今年の1月と4月に2回にわたってポルトガルの方に来てくれて、その時に、鈴鹿でのプレーを熱く望んでいる斎藤オーナーの、気持ちを、十分すぎるほど、聞かせてもらったんでね、そんな中でもやはり決断というのは常にそんな簡単なものではなくて、やはりやる以上は自分が本当にその100% グラウンドで情熱を燃やして毎日、体の方はね、やはりその疲労とかね、そういうものが常に蓄積されていきますけど、自分がグラウンドに立った時に頭の中が常にこうリフレッシュされた状態で情熱を持って本当に毎日立てるのかと、そういうことを本当にしっかり考えなきゃもういけない年にもなってますので、それが本当に自分でできるのかと、自分に問いかけて、でも僕はその今、この状況の中で辞める選択というものは僕の中でないんで、どこでどういうふうに、この情熱を出すか、表現できるかというものを考えて、やはりアトレチコ鈴鹿が今の中でベストじゃないかと、そういうことで、自分で鈴鹿に選択しました。どこまで自分が本当に活躍できるか、どこまで皆さんが期待しているゴールを上げれるかっていうのは本当に分かりませんけど、そこに向かって毎日努力して全力を尽くしていきたいなと。これはもう斎藤オーナーも、パク監督も言ってましたけど、とにかくピッチ外も若い選手たちの、エネルギーをもらいながら、若い選手と成長しながら前に進んでいけたらなと思っています。今後ともよろしくお願いします。カズ選手ありがとうございました。ではただいまより質疑応答へと移らせていただきます。
本日大変多くのメディアの皆様にご来場いただいております。まず最初に東京運動記者クラブサッカー文化会とスポーツニュース協会のを代表しましてテレビ東京様よりご質問をいただきます。ではテレビ東京の長部様お願いいたします。僭越ながら代表質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。先ほど熱烈なオファーがあったというふうにおっしゃっていましたが、最終的に鈴鹿でプレーすることを決めた時期、そして一番の決め手は何だったのか教えてください。そうですね、時期はもう5月に帰国する頃には自分の気持ちはもうほぼ、鈴鹿でプレーしようと思ってました。ただ、横浜FCとの関係だったり細かい契約事がまだまだ決まってなかったので、その辺の調整をずっとしていましたので、はい、ちょっと発表までに時間がかかりましたけど、5月の帰国時にはもうほぼ自分の気持ちは決まってました。はい、大きな決め手は、総合的なことなんですけど、まずでも一番僕がやっぱり今回決める中で、考えてたのは、そのやっぱり出場時間ということが一番やっぱり、大きいんではないかな。でもこれっていうのは、保証されたものではないんで、その必ずしもここでどれだけ出れるかということは分かりませんけど、可能性を考えたときに選択肢の中で一番可能性が高いのはやっぱ鈴鹿だったんで、そこはやはり一番大きな決め手だったと思います。はい、昨シーズンはポルトガルでプレーされましたが、その経験は三浦選手にどのような影響を与えたのか教えてください。そうですね、やはり、この1ヶ月なのが、インタビューを受けたんですけど、その中でも、僕は言ってるんですけど、とにかく向こうでは僕の数という名前だったりとか年齢だったりとかそういうこと関係なく忖度なしに、監督も選手も僕に触れてくれて、練習の時でもそうですけど常に僕に対してハードワークしてきて、かなり高い強度の中でトレーニングをして、監督からも厳しい言葉なんかもね言われたり、指導されたりしたんですけど、そんな中でそういうふうに忖度なくその接してもらえることで、なんか気持ち的にすごく若くいられるというか、僕アンティエイティングっていう言葉あんま好きじゃないんですけど、精神的にすごく若くいられたんで、そのピチピチ感をこっちで出せたらいいなと思ってます。ありがとうございます。続いて今シーズンの目標を教えてください。今シーズンね、あと、10何試合ですか、3試合17で僕が出れるのが15試合あるということなんで、1試合でも多く、本当に1分でも多く試合に出たいことと、やはり、期待されている、ポルトガルではね、そのゴールを上げることはできませんでしたが、ゴールを上げたいという気持ちで毎日過ごして毎日そこに挑戦して毎日トレーニングしてたんで、その気持ちをやはり、鈴鹿に行っても毎日持ちながら、目の前の試合で1ゴール上げることを目標に、やっていきたいなと思ってます。多くのファンが期待していると思いますが、そんなファンの前でどんな三浦知良を見せていきたいですか。さっきポルトガルに行ってね、精神的に若くいられたんじゃないかって話をしたんですけど、ある意味本当に自分がどのぐらいできるかっていうのは分かりませんし、 JFL というリーグも非常に厳しいリーグで、コンペティションがある、どこが本当に優勝してもおかしくない、どこが下位に行ってもおかしくないようなリーグ戦なんで、自分がどこまで本当にできるかというのは未知なんですけど、そんな中でも、僕は今57でね、これもかなりな年齢で、他の選手と比べても本当に明らかに年が上なんですけど、そんな年齢を関係なく自分がベテランらしいプレーとかよく言われると思うんですけど、逆にそのベテランらしくないプレーをできたらいいなっていうふうに思ってます。
それは何かって言ったら、まあ、本当にできるか分かりませんけど、1対1の仕掛けで勝負していくとか、ゴールに向かってくるその気持ちだったりとか、そういうものをこうベテランというのはやはり周りをうまく使ってとかってやっぱ思ってしまうんですね。そうでなく自分で何とかしてゴールを上げる、ベテランらしくないプレーみたいなのができたらいいなって自分で思っていて、まあ監督次第だと思いますけど、はい、監督はいかがですか今の。はい、まあカズさんが言われた部分もあるんですけども、監督としてはまずチームが勝つことが大事だと思ってます。ただ、私はカズさんが生きることによってチームが勝つということも考えています。なのでチームが生きてカズさんが生きるっていう場面を作り出せるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。代表質問以上になります。ありがとうございました。では続いてその他の記者の皆様からの質問を受け付けさせていただきます。私の方で指名させていただきますので、お手元にマイクが届きましたら会社名または媒体名とお名前、そして誰への質問かおっしゃってからご質問をお願いいたします。なおご質問は1回につき2問までとさせていただきますのでご了承ください。ではご質問のある方は挙手をお願いいたします。では、指導者様、マイクをお持ちします。あ、こんにちは。三重県の県市の伊勢新聞と申します。2問質問させていただきます。すみません。三重の県民は大変カズさんがお越しになることを期待しているわけでございますけれども、何かこう三重県また鈴鹿に対するこうイメージはどんなイメージをお持ちでしょうか。三重県のこんなとこが好きだとか、こんな食べ物、こんな観光のところが印象に残っているとかですね。それからまた三重県の方に何か一言県民の方に、いや子どもにご頂戴するとありがたいです。お願いいたします。お願いします。そうですね、まあ印象というか、僕はね実際、鈴鹿の方には1年住んでたんで、まあ全てを分かってるわけではないですけど、非常にその1年間鈴鹿の人たちにはお世話になりましたし、非常にいい交流ができて、いい関係が本当にできたんではないかなと思ってるんで、その関係を継続していきたいと思ってますし、何度か学校訪問で、何校か、訪問したんでね、そういうこともまた、できたら続けていきたいなと思ってます。やはり今、J リーグもそうですし、JFL もそうですけど、地域との関わりっていうのは非常に大事になってきますので、まあ、三重県全体で、サッカーが、他のクラブと合わせて盛り上がっていって、その中で、三重県民の人たちとの関わりがもっと増えれば、素晴らしいことかなというふうに思っています。はい、続いて質問のある方挙手をお願いします。では黒いジャケットの方お願いします。サンケイスポーツの小島と申します。よろしくお願いいたします。オーナーに質問させていただきます。三浦選手の、背番号というのは決まってますでしょうか。14番です。はい、開けてあります。11を開けてあります。はい、ではストライプのお願いします。スポーツウォッチの神奈川と申します。カズさんによろしくお願いします。先ほどそのベテランらしくないプレーというお話があったと思うんですけど、これどういう心境でこういう考えに行き着いたかというところをもう少し詳しく教えていただけますか。そうですね、やはりポルトガルで1年半やってみて、そのポルトガルにも、まあ、僕よりは全然若いんですけど、やはり30過ぎた、もう35過ぎた選手たちがやはりその1対1で果敢に
その仕掛けていく、取られたか取られないかは別にして、どんどん1対1で勝負してゴールに向かっていく姿に、やはりこうサッカーってこういうものじゃないかなって思った部分があって、やっぱフォワードっていうのはそういうふうに常に前向きに向かっていくことが大事だってことをポルトガルのサッカーに触れて改めて思ったんで、もうやはりベテランになるとどうしてもそういうプレーをしなくなってくるんでね、皆さんみんなね、僕もそうですし、まあ、そういう中で練習で、そういうプレーができる時もやっぱあるんですね。やっぱそうすると非常にやっぱり自分自身こうすごく何ですか、こうモチベーションも上がるし、こういうのを試合でやれたらいいなっていう、今度試合でそれをやってみたいって気持ちにすごくなるんですね。やはりそういう意味でこうちょっと、まあ言葉がね、そのベテランらしくないプレーっていうのは抽象的でちょっと難しいとは思うんですけど、自分でそういう、 こう果敢にこう攻撃していく、ドリブルで勝負していくっていうね、そういうプレーを心がけて本当にできたらいいなというふうに今思ってるんでね、これはやはりポルトガルで得たものではないかなというふうに思います。ありがとうございます。続いて質問のある方いらっしゃったら挙手お願いします。では後方の黒いジャケットの男性お願いします。NHK の陣と申します。三浦選手に一つだけ質問させていただきます。先ほどの自分に問いかけて辞める選択は僕の中にはない、どこで情熱を表現するかというふうにおっしゃられておりました。まあ、その中でこう今も現役を続けられるのをどういう、 こう思いですとかモチベーションなのか、改めて今の気持ちを教えていただければと思います。そうですね、情熱はね本当にいつも常に高いというか、情熱が衰えることがないんで、まあ、このように、チームがオファーしてくれることだったりとか、もう一つこうやって皆さんがこうやって集まってくれることもそうですし、サポーターの人の一人一人の声だったりとか、そういうものも含めて、もちろん自分の情熱もそうですけど、まだまだグラウンドで戦えるっていうモチベーションに常にありますので、ね、そういう意味で自分で辞める選択はないなというふうに思ってます。他に質問のある方いらっしゃったら挙手お願いします。では前方の男性にお願いします。フリーランスの大塚と申します。年齢重ねたアスリート、競技を超えたサッカー選手以外でもいいので、もし意識しているなんか、ね、なんていうんですかね、年齢のある高いアスリートで意識している選手っていうのがおられたらちょっと教えてください。年齢がちょっと高めの現役アスリートがまだいることはいるんですけども、そういった中でもし意識している方がおられたりしたらちょっと名前を挙げてもらえたらなと思います。特にいないですね、はい、すいません。じゃあもう一つだけいいですかね。今ちょうどサッカーでヨーロッパ選手権とかコパアメリカとかやってますけど、まあ、もし見てて刺激とか、もしこういうところになんか刺激見てるな受けたなとかあったら教えてください。いやもう純粋に一サッカーファンとして、今ユーロを見てますけど、まあ、率直に面白いなっていう、僕はサッカーを専門的にはあまり見ないんで、皆さんのように本当に一ファンとして、わあこのフェイントすごいな、このドリブルすごいな、このシュートすごいな、単純にそういう見方しかしないんで、ただ自分が本当に楽しんでるだけって感じですね。まあでもそういう中で素晴らしいプレーがあれば、ああこういうプレーができたらいいなって思うぐらいですかね、はい。まあ、常にだからそういうものは刺激といえば刺激ですけど、本当に試合を見て楽しんでる感じですね、はい。他に質問のある方いらっしゃったら挙手お願いします。ではお願いします。
すみません、フリーランスの森です。三浦選手に一つお伺いしたいんです。先日テレビで三浦選手のインタビューが流れてた中で、ご家族が体の心配をしてらっしゃるというお話がございました。まあ、サッカーは激しいスポーツなのだということだったんですが、ご家族の皆さんは今回の決断についてはどういうふうなリアクションだったのか教えていただければと思います。まあ、正直に言っていいですか。何も言ってません。本当に何も言ってません。はい、言わなかったというわけではなくて、リアクションがないということ。リアクションないですね。その話が、会話が出てこないですね。その次どこでやるとか、はい、まあ、帰ってきた時に次はどこでやるのとか、まあ、冗談でまたポルトガルかな、ブラジルかな、また海外だなって、その程度なんで、鈴鹿に決まるってなった時に別に反応はみんななかったですね。はい、ありがとうございます。また的場っていうお肉屋さんがあるんですけど、そこに行きたいとかそんな話だけでした。他は本当になかったです。はい、では他に質問がある方、挙手お願いします。では中日新聞社の服部と申します。前回の2022年の時は初めて鈴鹿に来られたと思うんですけれども、今回は2回目ということで、地元の方からはどちらかというとお帰りという歓迎ムードがある中で、今回鈴鹿にその加入する何か前回との心境の変化というのはありますか。お願いします。どうしてもそのサッカー中心の生活になるんで、それほどなんていうんですか、いろんなことがこうできるわけじゃないんで、本当にいろんな人といろんなところで知り合いたいと思っても、やっぱりその練習の準備、試合の準備でなかなか自分がこう思い描いているこう交流というものが地元の人とやっぱできなかったりもするんで、まあそんな中でそのもう自分の生活のリズムがもうほぼどこへ行ってもその決まっていて、まあ、僕は鈴鹿の白子というところに住んでたんですけど、白子に住んでてもポルトガルのアゼメイスに住んでてもほぼやってることが同じなんで、なんか場所は変わっても何て言うんですかね、やってることが変わらないんで、その何て言うんですか、あんまこうそこの場所というものはそんな重要じゃない感じがあるんですね。住んでても本当に同じことのずっと繰り返しなんで。そういう意味ではどこに住んでいるというよりも、自分がいる場所が自分のそのなんていうんですかね、生きる場所みたいにどうしてもなってしまうので、これ なかなか伝えるの難しいんですけど、そういう意味でその何かどこ行っても何かその特別なものは別になくて、自分がいる場所でいろんな人と、そのいろんな人というかそこで知り合った人たちとなんか生活してるという、あんまりこうその本当に場所はあんま関係ないようなところがありましてね、なんかポルトガルでは本当にポルトガルでのそのルーティンがあるんですけど、白子でのルーティンとほぼ変わらなかったんでね、ただ本当に場所が変わってるだけっていう感じでね、そんな生活なんで、まあなんて言ったらいいんでしょうね、それね、難しいですね。ね、もっと楽しみたいと思ってるんですよ、本当に。その町で、町の人ともそうですし、でももうそのね、若い時だったらね、まあ休みの時に羽目を外していいかなと思いますけど、今もうこの年になるとそういうこともしなくなってきてるんで、オフの時以外は、そういう意味ではなかなかこう、まあ、選手たちともそうですけど、町の人たちともなかなかこう触れ合う機会がどうしても少なくなってしまうので、そういうところはちょっと残念だなと思いますけど、その中でも住んでいれば知り合い人もたくさんできてきますしね、そういう人たちとの交流っていうのは何年経っても続いてますし、今でも鈴鹿にいた時に仲良くなった人とは連絡取ってつながってますんでね、はい、そういうものをまた大事にしていきたいなと思ってます。他に質問のある方いらっしゃったらお願いします。フリーランスの芥川と申します。
三浦選手に質問です。よろしくお願いします。2022年の1月に、横浜市に離れられてから、ずっと期限付き席継続されています。2005年に横浜市にいらっしゃってもうすぐ19年というところですけれども、その横浜市に対する思いというのを聞かせてください。そうですね、やはりこれだけ長く所属したクラブというのは横浜市が一番なんで、この前も試合に見に行きましたし、行ってやっぱ見て非常にクラブが大きく成長してるなというのを実感するんで、そういうのを見た時にすごくやっぱ嬉しく思います。僕が行った頃というのはまだまだ本当にクラブとして成熟してない部分というのがあったんで、今では本当に J1、J2 で戦えるちゃんとした地元に根付いたクラブに変わってきてるなというのを感じるんで、すごく嬉しく思いますし、その最初の大事な時期に自分は関われたことをすごく誇りに思ってます。そういう意味で今も練習参加させてもらってるんですけど、みんながそういうことを理解して僕が戻ると、クラブハウス内で非常にみんながそういう、クラブをこう作ってきた人間ということで受け入れてくれるんで非常に嬉しく思います、そういうことに対して。はい、では赤い方お願いします。フリーランスの藤江と申します。カズさんにお伺いいたします。先ほどから何度か年齢の話をされてますけれども、あと3年、正確には2027年の2月には還暦になられると思うんですけども、その還暦になった時の自分の何をしているかっていうのも語っていただけますでしょうか。分かりませんね。3年ですね、あっという間ですね。この3年も早かったですし、ちょっと答えられないですね、今はね。もう今年精一杯やるだけなんで、今を本当精一杯やるだけなんで、ちょっと3年後の話はちょっとできないですけど、ずっと言ってますけどね、やれることならずっとやっていたいんでね、そうなってればいいですけど、実際本当にできるかというのは分からないです。ありがとうございます。他に質問なく、では後方のシャツの男性お願いします。すみません、TBS の方です。三浦選手にお聞きしたいんですけども、改めて、チーム名も変わり、アトレチコ鈴鹿クラブの、クラブの印象と、チームの印象と、あと JFL というリーグの印象を聞いてもよろしいでしょうか。そうですね、クラブの名前が変わるというのは非常に大きな、ことだとは思うんですけど、個人的にアトレチコ鈴鹿、クラブ、とてもいい名前ではないかなと。アトレチコというのはラテンの言葉なんでね、非常に愛着がありますし、アトレチコ、ジュベントスというところに僕がブラジルに最初に行った時にプレーしたクラブの名前もアトレチコなんでね、そういう意味ではアトレチコという名前は非常に愛着もあり、いい名前だと思います。ユニフォームに関しましても、写真で見させてもらいましたけど、僕がいた2022年よりは全然いいなと思います。どういった点がちょっと聞いてください。すいません。2022年のユニフォームを見てください。他に質問がある方いらっしゃいますか。ではメガネのお願いします。日刊スポーツの岩田と申します。斉藤オナにお伺いしたいのですが、前回の22年カズさんが鈴鹿にいらっしゃった時に新宿との試合を国立でやったことがあったんですけれども、今後後半戦国立のマッチっていうのは考えてらっしゃるんでしょうか。もちろんこの聖地でやりたいのは山々でございますけども、やはり秋のシーズン、ここから夏秋になってですね、いろんなサッカー以外のスポーツの予約もあるだろうし、または相手チームさんのスケジュール、さまざまなところを調整しなきゃいけないっていう課題があります。
我々もやはり、前回ですね、私もこの国立競技場に見に来たんですけども、素晴らしい環境で、サッカーをしてたなっていうふうに見ておりました。やりたい気持ちはあるんですけども、なかなか今年ですね、国立競技場が調整できるかという課題もございますので、その辺は運営の者がですね、今頑張って調整しなきゃいけないんですけども、なかなかハードルは高いというのが現実でございます。まあ、来年もしですね、そういったチャンスがあれば、次のシーズン、またその次のシーズンに、そういったチャンスがあればというふうに思っております。他に質問ある方いらっしゃいますか？では、その前の方。読売新聞の小林と言います。よろしくお願いいたします。で、監督に1点、三浦選手に1点伺います。まず監督に、三浦選手の加入は観客動員数だったり若手育成の面でも大きな影響があると思うんですけど、その点で期待することがあれば教えてください。そうですね、やはりカズさんが、まあ、全力で、プレーしてくれるっていうのは、私自身も分かってます。一緒に選手でやってたので、手を抜かない姿勢っていうところは、私自身も選手の時にカズさんの姿勢を見て、やはり手を抜けないっていう感じたのを覚えてますし、JFL 今回来ていただいて、選手たちっていうのは必ずカズさんの姿勢っていうのを見ると思ってます。なのでそこは、まあ、私がマネージメントする上ではすごく助かる存在かなと思ってます。はい、ありがとうございます。三浦選手に1点伺います。先ほども話し合ったと思うんですけど、子どもたちとの交流だったり授業を大事にされているその理由を教えてください。そうですね、やはり、まあ、子どもたちが、ね、やはり未来を作っていくと思いますので、そういう意味で、アトレチコ鈴鹿がやっぱ鈴鹿また三重 ですね、これから、クラブとしてサッカーチームとしてやっぱ皆さんの生活の中に入っていくには、やっぱり今の子どもたちがやっぱ新しく鈴鹿を認識してもらわないと、やっぱり育って、チームは育っていかないと思うんですね。そういう意味でその子どもたちと一緒に、クラブが育っていってもらいたいのと、スポーツを通じてやはり夢を追いかけるということの大事さを伝えていきたいなというふうに思って、こういう活動をしています。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？ではそちらの男性お願いします。スポーツ日本の坂本と申します。カズ選手にお伺いいたします。先ほどからパク監督の方からお話も出てますけども、ご現役時代から昔から親交の深かった後輩の元でこうプレーするというのは、後輩の元でプレーするというのは率直にどういうようなご心境でしょうか？教えていただけますでしょうか？基本的に僕は同じサッカーの仲間を先輩とか後輩って思ったことがなくて、彼女監督ももう今監督になりましたけど、グラウンドではやはり五分と五分というか、お互いがお互いを刺激し合って成長していかなきゃいけないと思ってるんですね。もちろん僕は選手ですから、監督の決定決断というのはまずは一番高いと思いますので、そこを尊重しつつ、やはり自分がどういうふうに、さっき監督も言ってましたけど、チームをまず勝たすことがやっぱ一番大事なことなので、そこで自分がどういうふうに協力できるかということを考えてますし、まあ、それにはやはり僕が点に絡んでいくというのは一番やっぱりグラウンド上ではやっぱすごく大きなことだと思いますし、そういうコミュニケーションを取りながら、まあ本当に今こうやって感情監督って言ってますけど、本当は感情って言いたいんですけど、どうしても監督をつけなきゃいけないかなっていう立場になってしまったんで、監督って言いますけど、まあ、やはりそうは言っても、監督が19歳で僕が32歳でしたね。最初京都で会った時からずっとそれ以降も、お互いが違うチームに行っても僕が海外に行ってもずっと関係が続いてきたんでね、まあ、そういう意味ではグラウンド上の監督と選手になるとやっぱ非常に難しい関係になってしまうというのがあるんでね、どういう関係になるか分かりませんけど、お互いが目指すものは一緒だと思いますので、その目指すものが一緒であれば、そこを目指して、お互い刺激し合ってやっていきたいなと思ってます。
では残り、時間が限られていますので、あと2名、2つまでとさせていただきます。はい、ではそちらのマスクの方お願いします。共同通信の寺内と申します。監督にお伺いしたいと思います。あのチームへの合流はこれからになると思うんですけども、あのカズ選手を生かしながら勝てるようにという言葉もありましたが、あのいつ頃からどれくらいのプレー時間でというのを起用法だったり試合で の期待する役割など現時点で考えていることを教えてください。はい、佐々木社長、15日の試合から登録が14の試合からですね。まず練習は7月の2日から始まりますので、まあ、そこからカズさんのコンディショニングを見させていただいて、まあ、チームの選手のコンディショニングも見て、どういった形で使っていくかというのを考えていきたいと思っています。まあ、基本的にはやはり先ほども、言わさせていただいたんですけども、カズさんが生きることによって、つまりカズさんが得点という部分に絡むことによってチームが生きる勝つっていうことを考えてますので、基本的には最前線、頂点のところの位置取りっていうのをの場所で使いたいなと基本的には思ってます。もちろん展開によっては少し降りてカズさんに、要はハイテンポの時に少し試合を落ち着かせてほしいっていう展開もあるので、まあそういった使い方っていうのも考えてます。ただ優先順位が高いのは最頂点ですね。以上です。では最後の質問とさせていただきます。挙手お願いします。最後と言われるとプレッシャーでしょ。大丈夫ですか。では、じゃあ司会は私から、あの先ほどあの斉藤社長もパク監督もあのカズさんが憧れだったということだったんですけれども、カズさんにとってのお二人の存在っていうのはどういったあの存在だったのか一言ずつ。カバン持ちですね。一代目と五代目ですか。間がいらっしゃるんですか。すいません、すいません。冗談ですよ。はい、それから僕がカバン持ちやりたいと思います。そんなことは結構です。助け合って、はい、ということで。でも本当にあのプライベートであのずっと、なんていうんですか、サイはね、ずっとサイって言っちゃったけど、斉藤オーナーはあのそれこそ本当斉藤オーナーも10代の時に知り合って、一緒にプレーしましたし、まあ、その後ね、斉藤オーナーが辞めてからもずっと、僕のことをね、あの応援 してきてくれましたし、勘定監督ももうずっと本当に応援してきてくれてね、常にこう励ましてくれて、同じ目標に向かって本当に、まさか本当にこの2024年にね、こういうオーナーと監督と選手という立場で同じ舞台で戦うなんてことは本当に考えてもいなかったんで、でもそういう舞台をまた味わえると思うと本当に今から楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。いいチームを期待したいと思います。はい、じゃ続いて真ん中目線にお願いします。そして左方向お願いします。あ、右方向お願いします。失礼しました。